大野日吉神社は石川県金沢市大野町五丁目八十一番地にある神社。祭神は大山国神と大物主神。創建は天平五年と伝える。金沢港に近く醤油の製造で有名な大野町に鎮座する。社殿が高台に位置するため山道はかなり傾斜の急な坂道になっている。背後には大野安らぎの森が存在する。 孫社日吉神社御遺書調査書によると、大御国の枝田枝山から大山食い神を勘定したのが、当社の創建である。創建については、この説の他にも、数説が存在する。近隣の大野港神社とは、深い関係があるとされる。創建当初の祭神は、大山食い神のみであったが、上岸2年に、大物主神を勘定して合祀。 方言年間には非常な繁栄を誇った。しかしその後、木曽義仲の軍勢や、族との手によって、二度社殿が消失。次第に異性を失う。だが一転して、江戸時代には、加賀藩の藩主、前田家によって厚い数計を受ける。歴代藩主が、当社に数度三詣。また、宝物の宝の焼きと思えた。宇じ子の数計も厚く、創建から千年、千五十年。 1100年を記念した3度の祭典が行われた。明治7年、それまでの山王権元との名称を拝して、日吉神社と改めた。昭和6年には豪舎となる。ありがとうございます。